こんにちは、つちのこです。今日はね、今ね、白駒を、仲間にした後なんですけど、これ見てもらったら分かるようにレベルがね、60ぐらいあるのに、みんなね、一人だけ14。これ結構ね、レベル低いのってきついですよね。今回はちょっと、ゲームバランスがね、おかしくなるんですが、レベルをね、すごく簡単に上げる方法をちょっとね、やりたいと思います。これをね、使ってしまうと全員ね、レベル99になるんですが、それだとね、ゲームバランスが本当おかしくなってしまうので、僕はね、このみんなのレベルに上げるためだけに使おうと思います。あとね、鬼退治とかもあるんでね、そこがつまんなくなってしまうんで、一気にね、レベル99とかにしてしまうと、やっぱりね、強い敵と、同等の、レベルでね、戦いたいというのがあるんで、とりあえずね、この白駒だけをちょっとね、レベルをね、上げたいなと思うので、このね、技をちょっと使っていこうと思います。まずですね、どこでもいいですから、日記にね、ちゃんと記録しておきます。で、一旦ね、ホームボタンを押して、はい、戻りますね。で、設定を押します。その他の設定ですね。で、日付を、はい、今日はね、2014年6月19なんですが、2013年の8月17とします。はい。こうね、他の何かで、なんかごちゃごちゃになるかもしんないんで、そこのとこはね、注意した方がいいです。日付変更のね、技を使うんで、こういうのがね、嫌な人はもうやめた方がいいです。今回はね、やり方を簡単に説明しますね。ちょっとね、時間がかかります。今ね、本体の設定を本体の設定をね、変えているので、ちょっとだけね、起動に時間がかかります。ここはね、別に壊れてるわけじゃないので、安心してください。で、妖怪ウォッチの方ね、起動します。で、何をやるかというとですね、不思議なレンズっていうのがあるんですね。ここ。不思議なレンズっていうのがあって、はい、そうするとですね、今日のお題としてレジェンド妖怪を撃者しようと出ます。レジェンド妖怪というとね、ブシニャンとか、イケメン犬とか、花坂爺とかね、シシコマじゃねえや、シュラコマとか、5体ぐらいいるんで、なかなかね、取れないんですが、攻略サイトとかでね、もう話題になってると思うんですが、この方をですね、取るとですね、花坂爺が出ます。これね、今多分動画の中でやっても多分なると思うんですが、はい、こんな感じでね、顔に合わせて OK を押します。するとね、妖怪が出てくるんですが、出てきましたね、これ花坂爺が。花坂爺、これはね、花坂爺はレジェンド妖怪なので、これね、今日のお題達成と、小ヤギ郵便でご褒美を受け取ろうとなります。で、今日のお題はね、としてはクリアしました。で、これだけじゃ終わらないです。さらにですね、またホーム画面で今ね、保存されました。戻るときにね、保存されます。で、保存したらですね、本体設定の方行きます。で、日付をですね、次は、10月26日にするんですが、ですね、朝の6時から夜の12時まではこれでいいんですよ。でも、夜の12時から、朝の6時までっていうのは、次の日に変わってますよね、日付的には。でも、妖怪ウォッチは朝の6時っていうのがね、変更の起点になってるわけですよ。なので、ちょっとね、さっき、動画撮ってるって省略しちゃってるんですが、8月ね、17日にして、今日のお題はレジェンド妖怪ではなかったんですよ。で、8月18に変えて、ちょっとね、8月18に変えたらレジェンド妖怪になりました。なんでかというと、今ね、ちょっと深夜の1時13分なんですよね。これ、今ね、8月18日にしています。
さっきね間違えた時なんでだろうと思ったら、あの妖怪ガシャがね6時で確か変わるっていう風に書いてあったんですよ。6時からまた新しい次の妖怪ガチャができますと書いてあったんで、多分ねこれも一緒で6時から、お題もね変更されるんだと思います。だからね注意が必要なのは、夜のね12時から6時までにこの技をやるときは、インターネット上のね攻略サイトにある8月17、10月26っていうのをね1個上にして8月18と10月27に、設定してしたら、レジェンド妖怪のね日なんで、でもう説明したんでわかると思うんですが、8月17とね、10月26っていうのはね、レジェンド妖怪を映すっていうのがねお題になってる日なんです。で本体設定したらまた同じようにですね戻って、このね空白の時間は何も問題ないですからね、本体の設定をリセットしているだけなんで。はい、でまた妖怪ウォッチね戻ります。はい、戻ってきましたね。で不思議なレンズやると出ましたね、レジェンド妖怪を激写しよう。はい、花高字出ました。でまた今日のお題達成と、これをですねまあ何回か時間がね許す限りやって、でまあ気になる人はね本体の設定戻してください。僕はね結構本体の設定戻す派ですが、そのままね続けようとすると、はい出ました、お前むやみに時間を変更したりしてないか、悪いことしたらこの赤鬼が許さないぞというふうにね怒られちゃいます。別にねペナルティがあるわけじゃないんですけど、まあ怒られたくない人は、あれがね、続く前に時間の設定戻したら怒られません。で郵便局行きましょう。でここでご褒美受け取りを選択します。はい、レジェンド妖怪激写仕様達成のご褒美、神経験値玉5個なんですね。神経験値玉っていうのはね、あの経験値を2万、何もしないでもらえると、それがね5個なんで、10万経験値が今のね1回やっただけでもらえると。で他にも届いてるわねと、やった分だけ、もらえると。これが、8月17と10月26をずっと繰り返してやって、こういう風にね神経験値玉もらうことができます。ということでね、使っていきましょう。持ち物からね使えます。神経験値玉、経験値20アップと。ちょっとね試すために、2回やってるので20個、はい、入ってますが、今ねゲットしたのは10個です。で、これをね白駒さんに、こう明らかにレベルの低い白駒に上げていきます。これはこういう風にね上げるとですね、あのよく、レベルアップ画面で技レベルアップとか妖術レベルアップとかありますよね。それが出ないので、本でね上げるようになりますね、もし上げたい場合は。はい、こっからね徐々に上げ幅がねどんどん狭くなっていきますが、まあ、今のね、60番に合わせようかなと思います。はい、こんな感じでね今ちょうど14個使ったぐらいで、レベル60まで上がりました白駒が。こんな感じで、すごくね簡単にレベル上げれますが、これねやりすぎてしまうとゲームバランスが崩壊してしまうんで、まあ今ね、無限地獄の3階まで行ってる状態なんで、これでねとりあえずはどんどん進んでいこうかなと思います。そうじゃないとねハラハラした、ゲーム展開ができなくなってしまうんで、もうみんなが99とかにしてしまうとね、これでねちょっと楽しんでいこうと思います。これでね、まあ、のバランスよくレベルがね揃ってるんで、いろいろね戦略が立てやすいですという利点がありますね。はい、こんな感じで、ちょっとねズルですけど
レベル簡単レベル上げの方法でした。それじゃあ、無限地獄の方どんどんね進んでいこうと思います。それじゃあ土の子でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。